この辺の後は、あーすごい深いこれ。おみなさんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。ゆかすむふです。はい、ゆかチャンネルです。そろそろすんちゃんチャンネルあるかもしれないけどねはい、今日は私が準備したのは日本女性と住んでみたらてんてんてんです。じゃあまず私結構日本女性と住んで、もう歴史結構もう5年ぐらいですね5年ぐらいの経験がありますから、じゃあうちらの仲間たちらにみんなにちょっと教えてもらった方が、教えてあげた方がいいんじゃない、うん、ね、そろそろうちらの仲間も結構成功してる人たちらも結構多くてさTM で結構来るけどね、おめでとうございます。本当に何が、いやいや、だからいい相手を見つけたとか、ね、TM 来てさ、すんちゃんのゆかちゃんのおかげでなんかすごい来るの。あと質問もいっぱい来るし、変な質問もいっぱい来るけどねまあまあそれで、はい、まあ、だからこうやって日本人と付き合って、今はすごい嬉しいの。みんな今付き合ってばかりだからね、まだわかんないのね本物を一緒だよ。じゃあだから日本人の女性と住んでみたら、うん、てんてんてん、5年の先輩が言ってあげるわ、はい、じゃあめっちゃ堅実なのね、うん、ゆかはわかんないけど、じゃあまず1個目、はい、水代が多い。何で水はい、なんで水代が多く出る。例えばですね、日本の女性は絶対お風呂入るんじゃないですか。あー狭いけどねだからお風呂入るから、お風呂温泉みたいに結構いつも毎日入れるじゃん。やるやる。だからお風呂大事ですよね、日本人の皆さん。だけど、まあ一緒に住んで結婚して、私が考えた料金とちょっと違うすごい笑ってる。でもさ、韓国の人も文句しない？いやだからまあ、いつ普通はしないじゃない、家であんまり、なんか毎日しないじゃん。そうか、もう玉体に連絡する。そうそう、絶対毎日なんか、まあ、お風呂入る前になんか入れたり、お風呂入れるよとか絶対言わないじゃん、うん、パッパーって言われて、うん、そうか。だからほぼ3倍ぐらいは出ますよねこれが堅実の1です。日本の女性と住んでみたらてんてんてん。次、あ、まあこれは結構いいことですね、はい、명절이안겹친다。おお、例えばお盆ですね、日本だと、はい、韓国は추석と설날が一番大事じゃないですか、みんな集まるとき、うん、の家族が。でも日本は違うんですね。お盆はあんまりだね、うん、うんうん、お家でそうねする人はいるけど、なんかそのお盆だからで帰ったりはあまりしないのかな。その連休があれば帰ると思うけどさ、実家に。でもなんか遊びに行くって感じ、どっちかっていうと、なんか集まって料理してとかじゃなくて、うん、まあね、うん、バケーションみたいな感じで、日にちも違うじゃんね。違う、うんうん、日本だと8月だけど、そうだね、初速はだいたい9月、9月、10月か遅かったら9月ぐらいだね。うん、で、サラはまあ2月、うん、そうだね、1月頭とか、うん、だから日本は一番大事のはやっぱ年末、そうだ、ね、12月31日と年末年始ですね、1月1、はい、だから韓国だったら絶対なんかサラダだけどどっちから先に行くとか、そういう喧嘩多いんじゃないんですか。でも日本女性と結婚したらそういうのなし、かぶんない、ね、かぶんないから、サラダ初速は絶対うちにいて、うんうんうん、年末年始は絶対日本にいて、うんうんうん、すごい楽です。確かに、いい、いい組み合わせでした。はい次、1個目ですね。1個目、はい、これは私だけ感じるかわかんないけどさ、うんうん、やっぱ日本人じゃん、うん、で、ゆかの日本の友達もいっぱいいるじゃん、うん、なんで、一緒に会うじゃん、絶対、うん、で、日本の女性といっぱい会って、だから、私一人だけ男、うん、で、ゆかの友達、うん、でも日本人だからリアクションがめっちゃいいじゃん、うん、だから、たまにすごい話してみんな、はぁ、そうそう、おもろいおもろいって言うけどそれ、本当におもろいかなんか、おもんないけど笑ってくれるか、すごいなんていうか、すごい苦しいの、たまに。なんかたまにこんないっぱい話しても、最後はなんか私はおもんないと思う、ずたずたになんか、何言ってもさ、笑われてるし、全然おもろいないの、ないのね、うん、で、普通に言ったら、あー、すいません、すいませんって、めっちゃおもろいなしても、あー、そうだね、そうだねとか、だから、あ、そうなの。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
いや、あれやね。だからおもろいよ、すんちゃんおもろいよ。いや、わかんないの。だからたまに最初はめっちゃおもろいと思ってめっちゃ気持ちよく言って帰ったり、最初はね、ほらほら、私やっぱおもろいわ、よっしゃってやったけど、どん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 5年ぐらいで、まあ、集まって言ったら、なんていうか、すごい自信もないし、怖いし、なんかすごいジャゲ感で、こう家帰ったら本当にすごいマイナスにへこむの。逆に。そう。そうだね、なんかこう、うん、空気合わせて笑ってくれる優しい子たち多いから。絶対。だからもう、モリマン怖い。モリマン怖い。誰誰？モリマンって知ってる人いるかな。誰？まあ知ってる人やったらすごい。モリマン怖い。私の髪の毛も怖い。じゃあだから、まあ仲間たちにいますよね。うん、もしね、うん、今の彼氏、あ、じゃあ彼女の友達を会ったら、それ勘違いしないで。あなたクソ思んないよ。まあ、でも勘違いしててもいいよ。幸せだよ、それは。だすんちゃんみたいに気づき始めちゃったら辛いんだ。いやいや、違うの。あと4つ目がまたそういう系だけど、出るけど、絶対思んないからね、あなた。だから、これはね、なんとも言えない。本当に本気で笑ってるのは多いよ、多分。次ノムペリョンだ。なんかペリョシン、日本だとペリョシンがすごいもう基本的じゃん。うん、そうだね。例えばですね、じゃシミュレーション、なんか、うんうん、例えば付き合ったなんかばかり時、うん、韓国人日本の友達、はい、いっぱいいて、じゃあみんなでいて、まあ私男だし結構年上じゃん、うん、他の友達だったら、だから、うん、なんか例えば中国チブがそうじゃないのち、うん、食べる時で人いっぱいだから、じゃあじゃな、何食べる？なんか日本人決めれないじゃん、なんか。確かに、分かんないしね。ジャダミョン好きだけど、辛いちゃんぽんも、どうしよう。じゃあ、みんなね、1個で一緒に頼んだら早く出るから、ジャダミョンみんなにしよう。ジャダミョンと、ジャダミョン5個と、炭水を1個にしようって言ったら、うん、みんな、ああ、いいと思います。ありがとうございますって言って頼むの。で、コネナットは、そうやってみんな頼むじゃん。で、また俺、いやいや、まあ、5人一緒だから、まあまあ、ジャダミョン5個と、炭水1個頼むよって言った瞬間、うん、ってなんの一瞬、あっ、え、怖っ。あ、いいよって言っても、あ、いいよって言っても、あいつ絶対ちゃんぽん好きかな。え、どうしよう、後で言われる、後で言われる。はい、どうしよう、ちゃんぽん、やっぱちゃんぽんかな、あいつすごい気になるの。あ、前はすごい遠慮して言わないから、それが逆に気になる。そうそうそう、最初は付き合ったばかりとかはそうやって絡んで、よし俺カリスマある、あー、なるほど、センスあるわって、俺は生きてる男やわって思うけど、この辺後は、あー、すごい深い、これ、おー、すごい気にすんの、深い話だ。あ、どうしよう、あいつ顔はジャンプンだけど朝ダメ食べてるのにずっと俺の顔見てるし、俺間違ったと思う、どうしよう、後で謝った方がいいかな、言うかとかなるの。わかるやろ。すごい。これは本当に付き合って結構経ったら、すごい、わかるの、うん、最初はなんか男前だし、俺結構リーダーシップもあるよ、カリスマにちょんないさとかって言うけど、この後はだからすんちゃんも気にしすぎちゃうんだね。そうそう、もうってことじゃん、ベリョがペリョを、そうそうそう、だよね、ベロがベロになる、ベロがベロになるんだ。で、ベロベロしてゆかちゃんの顔見たらすごい怖い、イラヘラっとしてるし、どうしよう怖い、帰りたいとかめっちゃ弱くなってる。そうなるの、うんうん、そうだね、遠慮し、なんか思ったことあんま言えないからさ、うん、悪いことでもないけど、まあ日本のその文化ともすごい、ベリョハヌ仲間たちらの未来のモスです。そうだね、気にしすぎないように。いやいやいや、気にするしかないよ、気にしないでじゃない、気にしいいの、いや気にするしかないと思う、正直。 そうやって、確かに、うん、じゃあだからまあその雰囲気を読んで、うん、ね、でも本当すんちゃんはヌンチがすごいから、ヌンチって空気読むのすごいから。いやだから今はこういうレベルなの。顔見た、チャダミョンですよね、あ、ジャンポンか、やっぱりとか、チャダミョン、あ、ジャンポン顔だね、わかったとか。ちゃんとだ、そうそう、そうやってなるの、うん、でもコスだよ、コス。そうそう、日本の結構友達いっぱいあったら、うん、もうわかるの。ありがとうね、いつも。じゃあ、どうですか、今日、あ、次ないの。
いや、よかったね、なんかいいんじゃない？面白かった、うん、だからなるほどって思った。そう、これはあんまりなんか言ってあげた人はあんまりないと思うから、うん、ちょっと本当にしかもすごい深い、うん、なんかこう聞いている。日本のこのちょっとあんまり心で思ってることをバンって外に出せない、その遠慮の文化をちゃんとキャッチしましたね、あなたは、はい、人それぞれだけど、そうでも比較的多いからね。これは私だけが思った意見です。はい、日本の女性と住んでみたら点まあいいと思うけどね。でも仲間たちらにすごいいろんな協力をしてあげたいの。うん、もうクソ下手だからみんな。何よ頑張ってね、頑張ってよ、ね、いける、はい、なんか本当に無理ときは DM ください、うん、そういうなんか簡単のじゃなくて、なんかメニュー、どういうメニューがいいんですかとか送んないで確かに困る。はい、それでは、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムと Twitter のフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、またね、またね、デート頑張ったね、頑張ってね。はい。